突然、進路を塞ぐように割り込む車。ここは高速道路。男が身を乗り出して叫んでいる。こうした煽り運転は道内でも。今年3月、札幌の豊平川通り。後ろを走るトラックがクラクションを必要に鳴らしながら走る。 煽り運転が大きな社会問題となっていることから今年6月道路交通法が改正この厳罰化以降道内では初めて札幌市の53歳の男性が今日書類送検された7月1日、シムカップ村の道東自動車道で後ろを走っていた大型トラックを無理やり停止させた疑いが持たれている。 現場は片側一車線の道路です路肩はありますが急に止まった車を避けられるほどのスペースはありません現場はトマムインターチェンジから札幌方向に3キロほど進んだところ警察によると男性は後ろを走る大型トラックが近づいてきたため煽られていると感じ車を突然停止させた男性は 高速道路上で車を降りてトラックの運転手にこう怒鳴りつけたという何煽ってんだよ男性はおよそ50秒間車を停車させた後再び車に乗って走り去ったという当時大型トラックの後ろを走っていた3台の車も停止高速道路での煽り運転での書類送検は全国で 初めてのことだその決め手となったのは大型トラックに取り付けられていたドライブレコーダーの映像だったというなぜ高速道路で車を止める危険な行為をしたのか警察の調べに対し書類送検された男性はこう話しているという相手に車間距離を詰められたので止めて注意しようと思った。